こんにちは、アリティンチャンネルです。今回ですね、ホットウィルの USS エンタープライズの宇宙船を紹介したいと思います。はい、じゃじゃーんいいですね、ホットウィルのシリーズの中でスタートレックの USS エンタープライズ NCC-1701 です。おいいですね。時々ホットウィルは車以外にこういうふうに映画に出ているフィギュアを出していますね。ミニカーいいですね。スタンド好きです。ちゃんと NCC-1701 です。 USS エンタープライズ、おーかっこいいですね。はーいアルティンスタートレックをよく見てます。最初に見た時にすごく感動したこの USS エンタープライズ。裏はこうなってます。おー USS エンタープライズですね。おーおーホットウィルのスクリーンタイム、まあ映画いいですね。はい、輸入品です。はい、ということで、ではじゃあ、はい、取り出しましょう。はい、では取り出します。おーはい、じゃじゃーん。おーはい、スタートレックの USS エンタープライズです宇宙艦ですいいですね。おー綺麗です。ちゃんと USS エンタープライズと書いてありますね。おー NCC-1701。 おー裏下は、おーはい、おエンジンの2つのエンジンです、うん、ここにもエンジンがあるんですけど、後ろが、おいいですね。とてもよくできてます。綺麗です。はい、 USS エンタープライズは1966年に誕生したスターテック映画で使われているその宇宙艦ですね。おかっこいい。でも、初代のエンタープライズの番号は NX01 です。この NCC-1701 は2代目です。初代のエンタープライズが配管になって。で、はい、これ2代目です。いいですね。おー、かっこいい。本当に。おエンター。おいいです。はい。よかったです。これ、NCC-1701 です。これも NCC です。はい、スタンドもあります。じゃーん、これスタンドつけると。はい、じゃーん、スタンド好きです。おー、スタンドにちゃんとね、マークがついてるね。スタートの。結構よくできてますね。はい、おお気に入りです。おはい、ではということで、では今から探偵取りで展示します。ホットウィルの USS エンタープライズ NC-1701 です。おースタートレックの映画に出てた宇宙艦ですね。おかっこいい、いいですね。では今からプチジラマで展示します。はい、空のプチジラマです。おー今スタートレックの USS エンタープライズ NC-1701 が飛行中です。おーかっこいいですね。この円盤型のがとてもよくできます。
以上です。アリチンちゃんでした。今回はホットウィルの USS エンタープライズの NCC-1701 宇宙艦を紹介しました。はい、じゃじゃーん、おースタートレックの映画に出てきた、おー宇宙船、宇宙艦ですね。おーいいですね、かっこいいです。おーアリチン大好きです。スタートレックも今も見てます。かっこいいですね、この宇宙艦が。はい、今回はホットビルから出ました。おー、はい、USS エンタープライズ NCC-1701 ですね。おー、ホットビルのスクリーンタイムです。おー、映画に出てるもの、シリーズですね。はい、じゃじゃーん、おー USS エンタープライズです。おー NCC-1701 ですか。おー、はい、こちらにも上から USS エンタープライズですね、 NCC-1701。 おお、本当によくできてる宇宙艦です。おお、はい、レーザービームも武器もありますね。はい、模様も綺麗だし、お結構造形、あ、塗装も綺麗です。あ、いいですね、お気に入りうちのコレクションにします。お今日から飾りたいと思います。はい、ということで、ではじゃあのトロッコお願いします。またね、バイバイ。